清盛は朕に忠義を尽くす気があるのか。無論にござります。その証を見せよ。証？上皇様、恐れながら。家なり控えよ。許す、申せ。清盛を院北面に任ぜられてはいかがでしょう。北面の武士は上皇様を警護したてまつり、院の御所をお守りするのが役割。その気があるか否かで清盛が忠義の程も測れようというものです。蔡の目の出方によって天下の剣の行方はいかようにも変わる。そんな世であった。これ全部持てちまうのかよ。当然じゃ。勘弁してくれよ。勘弁してやってもいい。その代わり明日やってもらいたいことがある。清盛様。清盛。なんじゃ。北面の武士に院にお仕えせよということにござりますか。さようじゃ。お断り申します。清盛さん、申し訳ございません。目のとの私が至らぬばかりに。森安が謝らねばならぬようなことは言えておらぬ。清盛様、殿はこの3年鳥羽の院にお尽くしになられ、今では長子の下という武士としては破格の地位にまで上られております。それが何じゃ。無知の天上人になることさえ夢ではないのでございますよ。天上人、帝のおわします。代理清涼殿への昇殿が許されるということでございます。これぞ兵士一門の長年の悲願にございます。そのために俺に王家の犬になれと申されるのか。もう二つです。俺はこの面白もない世を変えたい。変えるために強気の雷犬として生きたいと。どけ。母上。清盛、よう戻りました。健やかそうで安心しましたよ。歌、すぐに京を出ます。清盛、私は母としてそなたと家盛に同じだけのことをしてやりたい。母のために京におってはくれぬか。ありがとう存じます。では母上のお優しいお心遣い、私の分まで家盛に与えてやっていただければ幸いにございます。母上。家盛。桜の枝が欲しいのですか。いいえ、私が取ってあげましょう。気をつけて。
家守、そなたも元服したとは申せ、この家の嫡男は清盛です。それを忘れてはなりませんが。無論にございます母上、忘れたことなどございません。さようか、ならばよいのじゃ。桜か。花は盛りに咲き誇りけり。帝はことのほか歌がお好きなようにござりまする。誰か歌の上手なものを探し出し、おそばちこ置いてやってもらえませんでしょうか。帝には幼き頃よりえりすぐりの金針をつけておる。皆歌くらいはたしなんておるはずじゃ。何故上皇様はかように帝に鶴を当たられまするか。帝が愛しくはございませんか。愛しく思えと申すか。我が種ではない先の院の子である帝を我がこの世に慈しめと申すか。それでも上皇様のおじい様の子ではございませんか。上皇様には大王子様に与えられる子にございますから、おじ子とでもお思いになればいかがです。上皇様、上皇様がお出かけだ。水仙をご見物だ。ジーリー急げ。上皇様がお急ぎのご用でお出かけになられた。では嫡男義朝のお目通りのお約束は。気の毒であるが、上皇様はそのものを北面に取り立てるおつもりはないご様子。義朝はふさわしくないと思うてか。父上、お尋ねしたき儀がござりまする。申すがよろしい。兵士には私と同じ年頃の清盛という男がおりまする。清盛についてはいかがなされまするのか。上皇様は平の清盛を北面にお望みである。
国松時松天安。ああ、大将、あっけに参ったぞ。おお、これが都か。ほら、あまりうろうろするでない。蛇石に見つからぬよ、よっけろ。わかってるって。こやつだわ。いくらなんでも牢を破ったのはまずうございましたな。こうでもせねば大会に戻れぬ。国松たちはとにかく清盛様は京に残り、棟梁様に従い北面の武士とやらなるべきと存じまする。なんだと。棟梁様やお母上の気持ちをお考えくだされ。なんなのだ、棟梁様、棟梁様と。そんなに父上が好きならお前一人に残れ。清盛様。どういうことだ。北面の武士にならぬとはどういうことかと聞いておる。何故お前にかようなことを申さねばならぬ。申せ。何なんだ。王家の犬にはなりたくないのだ。王家の犬。王家に媚び出世をし、位をもろうて喜びありがたがる、さようなつまらぬ武士にはなりとうないのだ。俺はなんだ、ただの甘やかされた兵士の御曹司か。ちょっと待て。甘やかされた御曹司か、どういうことだ。言葉のままに受け取ってくれて構わない。俺は甘えてなどおらぬ。俺は一人で生きておるのだ。それが御曹司というのだ。なんだと。おいおい、貴様なんぞとは関わるだけ無駄だ。あっ、気持ち。おい待て。おい、下地を通し、いたぞ、やつらだ。おい、やるぞ、待て待て、急げ、待て待て、災いが及ばぬように皆で力を合わせる時だ。兄上、清盛様。ありやす、すまない、申し訳ございません。こたびのことは俺が責めを負いまする。責めを